生い立ち,ちは、うん、愛知県の豊田市出身で5人家族お父母姉兄私の末っ子ですね。で地元高校卒業してまずバスガイドになりまして、うん、そこから、まあ、愛知県豊田市出身なんでバスガイド辞めて豊田自動車の工場で 年ぐらいえい、ー、ライン作業ずっとなんですかラライインンってあの工場のラインかラインベルトコンベヤで流れてくるこの私はえとその時プリ,ウスプリウスが出来始めかなレクサスとかの、うん、えとエンジンに基板カバーっていうのをつけてこうネジを締める作業っていうのを4年ぐらいしてましたうわ <laughs> それは意外、はい、それ前のショー w t v で聞いてないんじゃないですか 多分どこにも行ってないかもしれないです。うん、<laughs> これ出してもいい。あ、全然いいです。はい。えー、バスガイドなっバスガイドよりも全然工場で働いてる歴の方が長いです。うわ、そうなんだ、はい。そうですね。で、そこでえー、っとキックボクシングその時はまあ無絶対にハマってて、うんうん、なんで4、5年ぐらいずっと格闘技にハマっていて、でその工場の夏休みの時に湘南の海に友達と遊びに行って。 まあ有志と出会ってそこからまあずっと工場を辞めてこう名古屋に行くか東京に行くかもうタイに行っちゃうか迷ってたんですよその時にまあ出会ってで思い切ってつけて5か月で東京に行ってそこからえっと体を動かす仕事とかあとまあ人前でこのおしゃべりこのバスガイドとかの仕事も好きだったんでやっぱインストラクターになりたいなと思ってて。 で、東京行って、そっからインストラクター、こうダイエットジムのインストラクターをやって、で、コンテスト出るようになって、で、まあ、なんだかんだで、ね、ジムをオープンにプンして。はい。で、今は今はですね。ああ、自動車製造工場から、筋肉製造工場って。お後がよろしいよ、ね、<laughs> <laughs> 大丈夫 <laughs> そうです。すいません。はい。<laughs>